ワンナイト人狼。それは、かの有名な人狼ゲームと同じ要領で黒猫が誰かを予想するゲームである。役職は全部で5つ。能力なしのピポ、占い師のミラー、役職をすり替えられるスリ、自分が黒猫のように振る舞うパリピ、そして人狼に当たる黒猫がある。というわけで今回はピグパーティーで人狼ゲームやっていきます。このチャンネル初のゲーム実況だな。うぷ主は7番なのね。今回は3人でスタートします。今回使用可能な役職は、パリピ以外の4つ。ゲームが始まると夜が訪れ、役職カードが配られます。自分の役職は自分にしかわからないのね。そうだよ。果たしてウプ主の役職は？いきなり人狼かよ。まさか序盤から人狼？黒猫の場合は仲間がいるかどうか伝えられます。今回仲間はいないのでぼっちです。役職がわかったら次はみんなに名乗る役を選びます。今回は黒猫なのでそれ以外を名乗らないといけません。全員がそれを終えたら話し合いスタートです。なんだこの無言の時間。嘘やん、全員がピポー名乗ってる。今回はウプ主がこの二人を騙さないといけないのね。スリいるな。これはスリがいるそうだぜ。何を根拠に言ってるのかしら。この人怪しい。スリに役職変えられてる可能性もなくはないな。なんか変わってる？話し合い中に名乗る役を変えても OK です。まあ現実だったら怪しさの極みですけどね。占い師か。誰を占ったんだ？2番ピポ。あ、これまずいかも。いや、まだわからんぞ。7番スリ。ちょっと待って。黒猫がいないっていう可能性も考えてよ。黒猫がいないってことなんてあるのか？あるんだよ。ああやばい。このままだと僕の処刑が確定するじゃないか。他になんか意見とか話し合いが終了するといよいよ処刑です。今回は全会一致で僕を処刑することになったため、黒猫の負けは確定です。初実況で負けてしまうのか。ある意味神回ね。3番はミラーだったようです。うぷ主一人負けで草。